どうも BO25 です。というところで本日もやっていきましょう。プロスペースみたいなヤクルトペナント、またの名を勝つたびに選手を追加することができるペナント、本日は5月の13日、広島戦というところになります。現状ヤクルトは 16.5 ゲーム差をつけられて最下位と、そろそろ危なくなってきましたので、動画をたくさん撮って、少しでも勝つ確率を増やしたいなと思います。多分全然日程が進んでないと思うんですけど、でも今日はね、勝てると思ってる試合なので、ちょっとやりたいかなと思っております。はい、まあたくさん撮ってね、全然こう編集もしてなくて、何でしょう、ストックがめっちゃあるんですけど、まあ、これはね、予告した、毎時間投稿、25日にやる毎時間投稿に回せればいいかなと思っております。多分めちゃめちゃペナントークになりますまあというところで、本日も監督試合で、もう2限の監督試合でやっていこうかなと思います。そして今日勝てるんじゃないかと思った理由がですね、このライアンなんですね。今日の先発がね、もうずっと怪我しててようやく復活してくれましたライアンね。え、宮台くんも怪我してますけどもこのライアンだったらどうにかできるだろう。まずライアンだったら関東がいけるかなと思ってますので、もう今日はちょっと関東もね、行くつもりで行ってほしいなと思っております。さあ、そしてドミさんがですね、怪我をしました。これ2回目の怪我ですね、ドミさんねめちゃめちゃ怪我すんだよな、ドミさんな。じゃあそしてオーダーでございます。まあ、丸山くんが絶不調であれば、並木さんを外野に入れまして、レフトかな、センター孝太郎さんで、でどうしよう、前回ねすごく歓迎してた松本優さんなんですけれども、ちょっと8分6厘とね、なかなか厳しい打撃を見せていますが、今日もスタメンで、そうですね、太田健吾さんってサードメインなんだね。じゃあこうしよっか。でオーダーなんですが、どうしよっかな。太田健吾さんを最近クリーンナップに入れるとすごい打撃陣が回るということが判明しまして、孝太郎さん、じゃあバタッチ久々に2番いきますかさあ、そして並木さん、そうですね、これでいきますか。これがいいかなと思います。さあ、そしていきましょうか。あ、ちょっとレフトとライド変えようかな。ここでよし、いきますか。床田さんというところでやっていこうかな。床田さんって対戦したっけ、あんま覚えがないですけど。さあ、相手結構一回広島戦って多分動画撮ったと思うんですけど、オーダー変わってますね。末金さんとかでいきますね。さあ、楽しみです。いきましょう。スタートです。さあ、やっていきましょう。本当に勝たないとダメなので、ライアンを使ってる以上はね、ちょっと勝っていきたいかなと思っております。やはり広島気をつけなきゃいけないバッターというのは、龍馬でしたりとか、秋田もそうです。結構全体ね、やっぱりこう強力なので、気をつけていきたいかなと思っております。末金さんとかも長打力ありますので、さあ、所さん 3.00、3勝1敗。いいですね。さあ打ちましょう。3番バッチですよ、これはもう。まあ、ここは三者凡退、しかも全部ライナーってね。マックすごいね。龍馬もすごいね。あ、菊池さんはノリノリだもんね。さあ、ライアンよろしく。1番の小園君、いきなり3番打ってるけど、ちょっと頑張ってね。よろしく。先頭出した。バントなんだ。小力あると思うんだけど、小力ってかパンチ力あると思うんだけど。ランナー二塁に進みました。スワローズ先制のピンチを迎えます。ジャストミート、いきなり点取られてんな。あ、点は取られないか、取られるな。いや、ドミンゴサンタナじゃなくて並木さんだから早いなと思ったけど、普通に点取られたなでも龍馬がサードなら、お、いいね、ナイスタッチ。第5球投げた、アウトコース低め、見逃し三振。まあ、まだ2回ですからね。スピードがちょっと低いですね。もう一人高いかなと思ったんですけど、あー、セーフか。打ちました。初球打ち。松本ボールを取る。セカンドから一塁送球。あー、セーフか。アウトっぽくね。エンドラン。よし、ラッキー。よーし。帰宅を仕掛けるからこうなんですよ。普通にやってくればいいのに。容赦ないな、意外とな。お、いいんじゃない？よーし、ナイバッチ。さすが天才でした。よし。よし、見た。いやー、使うかなー。あんま信用できねえんだけどなー。使うか。頼むわ、松本優さん。よし、あー、ワンヒットか。うわー、前来てたもんなー。よーし、ナイバッチ、並さん。いやー、いいですね。帰ってこい、帰ってこい。よし、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 よし。よし、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 並木さん、ナイバッチ。でかいぞこれは。いや、すごいな並木さん、ありがとう使ってよかった。今日寸前持ちが怖いですね、ちょっとね。よーし、さすが。
ボール球で仕留めました。小川最後は見逃し三振に仕留めました。投げました。よし見た。投げました。打ちました。いい当たり。よし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 。松本さんいいですね今日ね。中継。似合うんですね。どこだ。あ、これ島内さんにチェンジですね。これが15試合目の登板。本当前の動画と出てる人変わんないもんね。これでバントをしましょう。でそうすると並木さんレベルの足だとですね、これバントすると実はもうセーフになったりするんですよ。これも監督プレー長いんで分かるんですけど、ああここはちょっとあまりにも素直すぎましたけど。おっいいんじゃない。ああ並木かいい当たりではあったんですけどね。先頭出した。まずいたら相手は勝負がないね。これはでかいですね。うわーマジか。やばいやばいやばい。並木さーん。あーマジでライアン、マジでライアン。ちょっと打順は、あ松山さんか。うーわマジで一球入魂で打たれるか。うーわライアン歩かせてももう無理だ。うーわマジか。逆転まで持ってかれたか。長野さんね、長野さんなら大丈夫でしょう。バントなんだ長野さんに。まあ分からんくもないけど、まあまあまあ島内さんチェンジってことね。了解了解。ここで申告敬遠を選択。バッターは一塁に向かいます。勝負を避けました。バッターは6回途中出場の堂林。第9投げました。あとよし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 。危ない。来た並木さん。よっしゃあ。危ねえ、試合がぶっ壊れるところだった。来たか。 0.48 って何その防御率。ゴロ転がして何かある。よし見た。いいね。あーまあ三振はしょうがない。松尾さんお願いします。お、いいんじゃない。いやー伸びすぎたな。コウタローさんフルスイング。あー疲れた。お、いけ伸びろ伸びろ。ナミキさん帰ってこい帰ってこい。ナミキさん来い来い来い。ナミキさん来い。よし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 。コウタローさんマジでナミキさんでよかった。マジで意外性ってやばいな。スタミナがなかなかにある近藤弘樹さんいきましょうか。絶好調ですけども、これでも取られない。うん、よし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 。孝太郎さんだね。よし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 。やします。あいいですね。ナイスマッチ。さすがです。見たね。よし、そしたらグッチがバントをしたいところでもあるんですけど、まあ、グッチなら打つか。うわー三振か。あー歩いた。さあ小森くんだ。島さん代打いきましょう。チャンス C の左 C です。島さん頼む。ベテランの力。あー手が伸びちゃった。島さんうまいキャッチャー行ってもらって、内山君ショートで。島さんキャッチャー C ですから、ベテランのちょっとリードに任せようかなと。あー先頭出たか。盗塁堂林さん盗塁するっけ。なんかでもしたき、どうなんだっけ。うわー来た。やだ歩かせよ。めっちゃ歩かせてるけど歩かせよ。あマックからだ。どっちもタイヤが持ったのかい。よしよしよし。あんまショート打たないでほしいな。なんでみんなこんな広島サヨナラ持ちすぎでしょ。よしよしよし。危ない。高倉さんだよこの場面で。一ペン怖いじゃねえか。あー疲れた。そしてあこれは誰も攻めらんないわ。今度ひろきさんも攻めらんないし、誰も攻めらんない。中継ぎがいないもんだって。うちは最適解だよ近藤弘樹さんのイニングまたぎ。あーそっか、勝てずか今日も。なんだこれ。おいおいなんだよこれ。
ご覧いただきました一戦は6-3どんどん厳しくなるばかりじゃないか。なんだこれ。対戦投手は近藤。もうやだ、選手が欲しい。ガチャが引きたい、課金したい。これ近藤弘樹は悪くないもん、絶対悪くない。こんなのもう誰も攻めらんないでしょ。攻めるのはバカなファンだけだよ。攻めるのはツイッターで俺はお前らとは違うんだ、俺は地域球団の選手も批判ができるんだぜってファンがやるんだよ。もうだ、本当に野球分かってるやつは近藤弘樹さん攻めらんないよ。どうすんだよこれ、マジで。だいたいからよく考えたんですけど、ミキサーの時に金子くんと鈴木優太さん、なんでミキサーにかけるのかよくわかんないですよ。なんでそこまで松本直樹さんを、まあでもファーストいなかったからな当時な。まあわからなくもないか。うわ、ここら辺使いてー、ケイジとか使いてー、ジュリ君とか使いてーなー、梅野さんとかめっちゃ使いたいもん。回復 B とかもう至宝の能力でしょ。いやマクドさんの回復 A だもんな。わー、大下さんとか使いたいもんな、先発の中継ぎいろいろやらせたいもの。木澤君とかもいいじゃない、急所したもんね、勝ち持ちだもんね。シミの子なんていうのはもう本当に使いたいですね。久保君ってそうだよね、今年だってと結構投げてたもんね。まあ、佐野さんに報復式を当てるんじゃないかっていう騒動の時にやってました。まあ、久保君は悪くないと。森岡コーチがちょっと熱くなりすぎた。うわー、中岡君とかいいな。ショート欲しいんだよな。うわー、勝てんか、ライアンでも勝てないか。そんな感じで終わろうかなと思います。ありがとうございました。チャンネル登録もね、お待ちしてますんでよろしくお願いします。バイバイ。